はい。えっ、ー、と、ミスターマイヤミさん、そして動画をご覧の皆様、総っかちのクイブでございます。えっ、ー、と、9月はね、ミスターマイヤミさん、ああ、ほんと早いですね。あのー、最初の1週間か10日ぐらいで、もうだいぶう目標値がクリアできそうだぞ、みたいな感じで、動画を送っていただいたのが、ほんとつい2、3日前じゃないかなって思うぐらい、時間早いですね。もう10月ですよ。日本では消費増税も始まりました。消費税10%でございます。 まあそればっかりじゃないんですけどもね新しい時間が過ぎていくわけなんですがミスター真メさんがねラ,ラグビーをやってきた頃の話を夢に見るんだってことですよねだから俺ね私はいつも思うんですけども一番自分がね情熱をかけていたあ時期にやっていたものっていうのが たぶんたまに連続した時間としてね、つい昨日のことのように夢に現れてくるんではなかろうかなと思うわけどなんですよね。やっぱり、ミスターマイムさんがラグビー一生懸命やってた頃の思い出が、断るごとに思い出される。それは起きてる間もだと思うんですよ。何かね、困難にぶち当たった時とかね、新しい感動に出会えた時も、ラグビーのことを思い出すと思うんですよ。それが今度は無意識の夢の中でも出てくるってことなのかなと思います。私も似たような経験があるんですけども、ただ気をつけないといけないんですね。私たちは年を取ったってことなんですよ。 30年ぐらい、うん、当時ねあのエネルギーに燃えていたた時よりも30年年取ってるんですよね30年衰えているところがあるってことなんですよでこれなんでこういう話をするかっていうと私がね肩をバーンと打ち付けて脱臼してそれから3週間ぐらい経つんですけどもその時に思ったんですよ自分は若いつもりだったなとこういうふうな何もない道でねドーンと転んでしかも受け身が取れずに脱臼するほどのね、えー、そんなねバカな転び方をすると。 これはですねあの肉体的に無茶をしていた10代とか20代の頃こういう頃には全然なかったわけなんですよ怪我っていうこともねもう思い出がないぐらいむちゃくちゃやったんですけどもうん、まあ、怪我をしにくかったかなと思うんですよただ今はですねそうではないと。いろんなところが条件反射をすごく鈍ってきてうん、まあ、30年前だったらかわせたことも今はかわせなくなってきてるのかなと思うんですよねうんだから大丈夫なつもりで大丈夫じゃないと。うん若い頃の つもりの一歩がもうついてきてなかったのかなと思っちゃうんですよね本当時間っていうのは早いですしそれからね無常ですね時間っていうのは、うん、だからね若い頃がね輝いていればいるほど時間っていうのは本当に私たちに むごい集中をしてくれますよね。<laughs> まあそんなことを振り返ってもしょうがないんですけどね。さあ今日も気持ちを振り返って10月からやっていくわけなんですけど、新しい目標設定ね、えー、十分していただければいいかと思いますけども、まあ私自身もね、新しい目標設定していかないといけないなと思います。<laughs> ミスターマイヨさんとの動画のやりとりが100本だったんですけども、他の方とのね、動画のやりとり、なかなか呼びかけても <laughs> やってくれないんですけども <laughs>、100本ぐらいのやりとりをしてみたいなと思うわけですよね。えー、まああのー、この動画をご覧の皆様でね、 こういった動画のやり取りを別に100本とか無限にじゃなくていいんでじゃあとりあえず3話やってみましょうかとかね5話やってみましょうとか10話を目標にやってみましょうっていう動画のやり取りねそういう方がいらっしゃったらね嬉しいなと思います私の目標はあミスターマヤミさん以外にもこういうふうなね日々のやり取りをできる方を増やしていくことかなと思います、はい、以上ですねではミスターマヤミさんまたメッセージよろしくお願いします10月もよろしくお願いします